皆さんこんにちは、高校生です。学校が終わって今晩ご飯を作っているところです。今日は初めてターメリックライスを炊いて、あとチキンのクリーム煮を作ろうと思っています。どちらも初めて作るんですけど、簡単にできたのでぜひ参考になれば嬉しいです。最近地震がすごく多くて心配な方も多いと思うんですけど、うちではこんな風に食べ物をだいたい5日前後ぐらいは生き延びれるぐらいの備蓄をしていて、ラーメン、カレー、あとご飯、お水も何箱かあるんですけど、こんな感じで備蓄しています。乾パンとチョコレートは賞味期限もあまり気にしなくていいので、手軽に備蓄しやすいと思います。こんな風に使い捨てできる紙皿とか器も用意しています。あとはこれ、ポータブル電源です。また動画の後半で紹介します。1月1日に発生した能登半島地震の募金もこうやって貯めているんですけど、瓶が満帆になったら貯まった分の金額を募金しようと思っています。さあ、もうすぐご飯が炊けそうなので、チキンのクリーム煮を用意したいと思います。鶏肉を丸ごと焼いて、その上にクリームソースをかけるというものなんですけど、ちょっと自分流のレシピというか、結構適当に作ってしまったので、ちゃんと作りたい方はレシピを調べて作っていただいた方がいいかもしれないですけど、でも味はちゃんと美味しかったです。玉ねぎが欲しかったんですけどなくって、ほうれん草としめじを今日はソースの中に入れたいと思います。まずチキンをバターで丸ごとこんがり焼きました。もうこの時点ですごくいい匂いなんですけど、でチキンを焼いたフライパンにバターを追加して、本当だったら玉ねぎなんですけどなかったので、しめじを炒めて小麦粉をまぶしてソースにとろみがつくように準備します。でちょっと変なタイミングでニンニクを入れてしまいました。でお水で煮込んで、味付けはコンソメでしました。ちょっとコンソメが多すぎかなと思ったんですけど、この後牛乳と生クリームでソースを薄めるので味はちょうど良かったです。チキンは表面を焼いただけなので、クリームソースの中に入れてじっくり煮込んで柔らかくしていきます。弱火で煮ると柔らかく仕上がります。はい、ターメリックライスが炊けました。すごくオリエンタルな香りが漂っていました。本当にちょっとめちゃくちゃな作り方をしてしまったんですけど、中盤でほうれん草を入れて煮えたら完成です。そうで、私はレモンクリームソースにしたかったんですけど、まあレモン汁でも入れときゃいいかと思って入れてみました。ターメリックライスって初めて炊いたんですけど、すごいなんか海外に旅行に来たような、そんな匂いと味で、すごいなんだろう、非日常を感じる料理だなって思いました。はい、いただきます。チキンクリーム煮とターメリックライス、同じお皿に乗せて盛り付けると洗い物が少なくて済みます。ターメリックライスとクリームソースがすごく相性抜群で、とってもとっても美味しかったです。おもちくんのメンテナンスで今獣医さんの順番待ちしているところです。直前まで車で待って呼ばれる寸前に待合に入りました。うさちゃんはすごくすごく怖がりで臆病なので、こうやって病院に来るだけでもすごくストレスを感じているそうです。無事おーちゃんのメンテが終わって、帰り道にちょっと百均に寄ってもらいました。車で母とおーちゃんが待っているので、大急ぎで買い物して車に戻ります。今日はマフィンを作るので、それ用のラッピングを買いました。みーちゃんただいま、おーちゃん帰ってきたよ。
さあこの週末にやることを今手帳にまとめています。最近花粉が本当にひどくって薬がないともう生きていけないぐらいひどいです。この間先輩とコメダに行った時にもらってきたおパンチュのコースターなんですけど、なんかコップの下に敷くのが申し訳なくて他の使い方できないかなって思ったんですけど、ここに貼ったら可愛いって思いました。でもどうやって貼ったらいいんだろう。この日公開する予定の YouTube の動画に今字幕をつけているところです。字幕は全部手でつけているんですけど、自分が喋った言葉を文字下ろししてそれをさらに修正するという作業をしています。そういえば私の鉛筆の持ち方って変ですよね。いつもこうやって持ってるんですけど、この方が書きやすくてこうも持てるんですけど、なんか書きづらいんですよね。さあ週末の予定がいろいろ決まりました。そういえば前に紹介した iPhone のケース、トラスのケースなんですけど、3ヶ月以上使ってもまだ全然黄ばまないです。すごいおすすめです。最近リリースされたこのポチャガチョっていうアプリをリリースされる前から気になっていて、やりたいなって思っていたんですけど、これ私の中のあるあるなんですけど、やり始めても意味が分かんなくて3秒で飽きるっていう現象がやっぱり起きました。今度部活のメンバーで3年生お別れ会みたいな感じで遊ぶんですけど、その時に卒業した3年生の先輩皆さんにお菓子を持っていこうと思って、今カップケーキを焼いています。うちの部活はあんまりこうガチってる感じじゃなくて、半分遊びみたいな感じで大会に出たりとかで、3年生は夏で引退しますとかそういうのもなくって、卒業ギリギリまで部活があるんですよ。なのでついこの間まで3年生もみんな一緒に部活やってたんですけど、それがもうやれなくなるかと思うと本当に寂しいですね。でも卒業生の先輩がたまに部活に遊びに来たりとか何度かしたことがあったので、なんで先輩もそうだし、一緒にやってくださった3年生がまた卒業してからも遊びに来てくれることを楽しみにしています。そういえばこの間この1年生から3年生のメンバーで部活する最後の日に、ヒョンジン先輩がすごい寂しがって泣いて、で先輩にしがみついて先輩のことをバックハグしながら泣いてました。可愛いなって思いました。さああっという間に生地が完成しました。おーちゃんがいい匂いがするみたいでクン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 匂いを嗅いでいました。オーブンを使っている間は上の食器棚の扉を開けておきます。はい、カップケーキが焼けました。意外と綺麗に焼けたと思います。ちょっと一つだけ変な風になっちゃったのがあったので試食してみました。甘くてすごく美味しかったです。これは全部先輩にあげる分で自分の分は作らなかったので1個だけつまみ食いして、あとはデコレーションしたいと思います。買ってストックしてあるチョコレートを用意します。ミルクとホワイトとイチゴです。このストロベリーのが開けた瞬間にすごくいい匂いがします。ちょっと高いんですけど、でも量がいっぱいあるので結構何度か使えてコスパはいいなって思いました。一袋1000円ぐらいしたと思います。これも富澤商店で買ったデコレーション用のカラースプレーと、あとドライラズベリーです。あとは無印のおなじみのクマさんビスケットと、小さいプレッツェルはカルディで買いました。こうやってデコレーションしながらどんどん可愛くなっていくのがすごく楽しかったです。しばらく時間を置いてデコレーションが馴染むまで待ちます。その間私はお団子を食べて休憩しようと思います。ミルクは泡立てて飲みます。このお団子は皆さんおなじみの
3本入って100円のレイのあのお団子です。なんだかんだこれ一番美味しくないですか、お団子界の中で頂点だと思ってますけど。久しぶりにジェルネイルをしようと思います。最近爪がどんどん割れていってしまって、伸ばしてたのに全然伸びないんですよ。自分の爪の形がすごくコンプレックスなので、少しでも長く見えるように伸ばしてたんですけど、割れないようにジェルで固めて強度を持たせておこうと思います。ちょっと塗り方が雑ではみ出していたので削って調整しました。こんな可愛い色になりました。ラッピングに使う袋をセリアで買ったんですけど、ちょっとサイズが大きすぎて合わなかったので、以前シーインで買っていたクッキーを入れる袋を使います。なかなかこういうカップケーキとかのラッピングってくりくる袋がなくて、いつも選ぶのに苦労するんですけど、皆さんいつもどこで買われているんでしょうか。こんな風にシールを貼ってちょっと可愛くしてみました。センキューセンキューって言ってますね。感謝の気持ちを込めてシールを貼ります。はい、出来上がりました。本当はこの3倍ぐらいの量を作りたかったんですけど、バター 100g 使ってもこれだけしかできなかったです。やっぱお菓子は太るわけですね。今日の晩御飯は自宅玄関バーベキューでお肉を食べたいと思います。このポータブル電源を使ってホットプレートを温めます。この商品は今日 PR させていただくエコフローさんのデルタ2という商品です。今回エコフローさんからあの商品を PR してほしいということで依頼を受けたんですけど、最初はこのポータブル電源というのがどういうものかわからなくて、私が PR させていただくにはちょっと不十分じゃないかなと思ってお断りしようと思ったんですけど、ポータブル電源というものは果たしてどういう時に使えてどんな役割をしてくれるのかということを説明いただいて、でやっぱり一番は地震ですとか何か災害があった時に停電してしまった場合に使えるということ、あとはこんな風にアウトドアなシーンでも使えたりとか、車中泊に使えたりとか、なので非日常でも日常でもどちらでも使えるものあったら必ず役に立つ時があるんだなと思って、ただ自分がうまくご紹介できるか自信がなかったので母に相談したところ、まあ、大勢の方が見てくださる場でこうやって、まあ、非常時のアイテムとしてご紹介しておけば、もしかしたらどなたかの役に立つことがあるかもしれないんじゃないかということで、今回ご紹介させていただくことにしました。チャンネルをご覧になってくださる方の中には小さいお子さんがいたりとかペットがいる方も多いと思うんですけど、やっぱり電気が使えないとなるとすごく不便になってしまうと思うので、こういう形で電力を使うことができるということを今日知っていただけたら嬉しいなと思います。まずこのポータブル電源自体に充電をします。今 96% 表示になってるんですけど、さっき充電したので届いた時は 30% ぐらいだったんですけど、まず付属のコンセントでこんな風にグサッと挿して充電するんですけど、 30% 弱から始めて 100% になるまでに1時間ほどで充電が完了しました。なので iPhone 充電するのと同じぐらいの感覚で満タンに充電できるのかなと思います。本体自体はやっぱりしっかりしているのでちょっとずっしり感があるんですけど、女性一人でも運べる重たさでした。はい、じゃあ充電ができたポータブル電源を使って電子レンジを使ってみたいと思います。砂糖のご飯をチンしてみます。
レンチンを始めたらポータブル電源がウィーンと音を立てながら頑張って働いてくれました。さあ、果たしてしっかり温まっているのでしょうか、私のご飯。はい、普通に温まってます。いつも使う電子レンジと何の変わりもなく使えました。じゃあ今度はポットでお湯を沸かしてみたいと思います。非常時にお湯が必要になるシーンというのはすごくたくさんあると思うので、ポットが使えるのはかなり心強いのではないかと思います。例えば赤ちゃんのミルクを入れたりだとか、あと私たちが食べる食事も温かいものが食べられるようになります。カセットコンロを使うという手段もあるんですけど、例えば地震の時だったら余震が続いている中で火を使うのは心配かなという時には、やっぱりポータブル電源が役立つんじゃないかと思います。はい、あとは USB ももちろん対応しているので、今 Type-C をつないでいるんですけど、 Type-C が2口と USB-A が4口ついているタイプです。なので家族みんなで iPhone を充電したり、必要なものをこのように充電する時にも便利ですね。そういえばさっき電子レンジでご飯を2分ぐらい使ってチンしたんですけど、その時に消費した電力は 6% ぐらいでした。でお湯が 4% ぐらいなので、レンジを1回チンしてお湯を1回沸かして 10% ほどの消費でした。今私がご紹介しているデルタ2は割と小さいタイプのものなんですけど、他にも大きい容量のものもあります。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、無事に商品をご紹介することができて安堵したので、お風呂に入ってゆっくり癒されたいと思います。もうすぐ衣替えの季節だと思うんですけど、春のお洋服を今探しているところです。ザラでこんな可愛い服も見つけました。でも自分に似合うかちょっとわからない。最近このケユカで買った頭皮のブラシを使ってシャンプーするんですけど、すごく頭がさっぱりしておすすめです。あとこの洗顔も最近使っていて、今2個目なんですけど、リンゴの匂いがしていい匂いで癒されるのでおすすめです。はい、お風呂上がりにアイスを持ってきました。さっきパッケージでもお見せしたんですけど、ココナッツサブレのアイスがありました。珍しいなと思って買ってみたんですけど、味ももちろん美味しかったです。あとちょっと行ったら春休みが待ってるので、また来週から頑張ろうと思います。今回もご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。